この格好懐かしいでしょ。あのダッチの大作戦生生、じゃあ大作戦生ダッチダッチなんかそれもそうは何だったかな、それパクリすぎたからもうやめるけどね、ダッチのっていうのはもともとダッチューのが最初じゃなくて逆やなんてっていう、そう都市伝説やからね。あの何だったかな、あのコンビは最初ダッチのから入ったっていう都市伝説やからね。だからあえてそのあのコンビが今回し損ねたオリジナルバージョンダッチの大作戦生をあのうちがその安全のためにうちが貢献した。だってあのコンビそれでね袋叩きにあったらあかんでしょ。でも袋叩きにあった後の顔があれやねんっていうのはその芸人同士が言っても許されるけど、そのうちから言って許されへんでしょ。だからあのオフレコにしといてね、じゃなくてこういうギャグもその芸人特有のギャグでしょ。うちが言ったらあかんギャグやねん、こういうギャグはな納得いったでしょ。てかそのこの格好よね今日は、それ言いたかっただけ本当。ダッチのにそのね絡ませてね踊る感じするかなと思ったけど、暑い意外とこれ長袖やから今日なんか涼しいなと思ったけど、もう30度近いしやんのか。だから結局今日制服で行こうかな。もう制服着たら舐められるでしょってそう、あんたらがそうそう舐める舐められる違うからね。でだからもうさっきのそのブラジャーはこの中にあるからね。で結局これ揉んだりしたらもう絶対その見つかり次第も削除されるから SNS はね、実はそれは男性もそうじゃないかしら、さすがにそれは。でも男性の場合